はい、ちょっとね、ここが玄関のかまちがあってね、23センチの高さね、23センチの高さ、そこにね、ここに扉があるんだね、ここに玄関扉があるからね。でね、あ、こっちにはこのか、こうやってね。で、このこれよりね、あの車椅子が登れるように、こういうふうに、こういうふうにね、もうしょうがないね、こっちから行って、こっちに行かなきゃいけないからね。降りるときもこっちからこう来てね、こっち降りられるようにね。結局こういう形になったらね、上から見るとね、四角と三角を組み合わせてね、でギリギリまでね、勾配が緩くなるように計算してね、こういうの今日作りましょうね。まあ道具はね、必要になるけどね、廃材がちょっと少ないんだよね。廃材がね、あとパネルは4枚もらってきたからね、これね、1、2、3、4、こんなんでもね、4枚でもね、とりあえず4枚あるけどね、で1枚1000円ぐらいですからね、で 4枚からすぐ4000円ぐらいいっちゃうからね、4、5000円ね。これでちょっとね、作っていきましょう。
こっちから直角だっけ？こっちから直角じゃないんだよね。こっちから直角じゃないんだよ。
勾配どのぐらいだこれ。約15銭ぐらい。これが600あるんだよね。から約200か、約200から600、こうか、それで40銭か。間違えてるとシャレになんねえかんね。違うって20銭だから、20銭からこういくのか、20銭から60銭。中心が20銭なんでね。でここが20銭だから、あ、40銭ね、40銭。で斜めになってからこうなのか。やってるとシャレになんねえかんな、外れてると。で、1300。で、1300だから、こんなんでしょ。こんな形かい、自信がなくなってきたな、なんかな。これが620銭とかで600、こんなのかい、なんか自信がなくなってきたね。入ってねえだろうな。
カンナってね、カンナ。削れねえな。
まっすぐが出てねえな。まあいっか。あんまり細かいこと言うとでき作れなくなっちゃうからね。まっすぐが出てないけど、もう素人だから妥協とね。あ、だこれがね、強度がね。